こんばんは、きよみです。今日もご視聴ありがとうございます。今日は久しぶりに島村に行ってきたので購入品をご紹介したいと思います。では早速スタート。じゃじゃーん、新商品が入っていて、チラシ、LINE のチラシが入っていたので行ってきたんですけれども、なんか今思い出したらお目当てのものを買うのを忘れましたね。はい、ちょっと気になるものがあったんですけどすっかり忘れて、でなんか入ってすぐのところに新商品が飾ってあってディスプレイしてあったのでそれを見て買っちゃいました。はい、ではじゃじゃーん、反対だった。じゃじゃーん、こちらのロングスカートスリット入りを買ってきました。全体像はこちらの方に、はい、貼り付けておきますので、はい、品番とかもね、あ、で品番は今 ご説明します。はい、こちらがじゃじゃーん品番、こちらです。わかるかな。はい、ですね、デニム前スリットナロースカート、これ中水、水色って読むのかな、はい、で L サイズです。はい、1790円で税込みが1969円でした。はい、で綿とレーヨンとポリエステルが入ってます。はい、でこちらがこういう感じでついてます。はい、で色落ち、とりあえず取り扱いの注意が色落ち、汗や雨で、ちょっと色落ち、色移りがあるかもしれませんっていうのが書いてます。これね、インディゴの注意書きが書いてます。はい、で私なんかもう本当スリットのもの、これ最近スリットのものが流行ってますよね。 GU でも出してましたし、でこの間 GU でも買おうかなと思ったんだけどやめたんだけど、今日行ったらこれが入ってたので、ここね、マイスリットが入ってる。昔も流行ったんだけど、それもうなんか昔入れたけどね、多分ツークールぐらい流行が巡ってきたけど、もう全部捨てちゃったので、それって古いから、はい、またね流行は巡ってきますね。はい、これを買ってきました。はい、ちょっと可愛いスカートはもう本当いつもティアードとかオーガンジーとかチュールとかふわふわなものが多いので、はい、すごい久しぶりですね。この間の GU のそうですね、キャミソールワンピみたいのニットのワンピース買いましたけど、はい、久しぶりですね、こういうタイトめのスカートを買うの。はい、ちょっとそう、あまりにも今年チュールのスカート、ティアードのスカート買いすぎたのでちょっとこちらの方が新鮮だなと思って買いました。はい、でまだご紹介してない GU のカットソーがあるので、カットソー今回ね結構買ったので、はい、それもご紹介して、でコーディネート、まあ、していきたいと思います。はい、でまた全体像最後にちょっと貼り付けておきますので、はい、ご覧になってください。はい、今日はこんな感じで島村でデニム前スリットナロースカートを購入してきました。はい、今日は短いですけれどもこんな感じで終わりにしたいと思います。この動画いいねと思っていただいたらいいねボタン、そしてチャンネル登録まだの方ぜひぜひよろしくお願いします。いつも最後までご視聴いただきありがとうございます。では皆さん、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。